ラインメタル 120mmL44 は、ドイツのラインメタル社が開発した44口径 120mm 格好戦車砲である。その企画は、イギリスのチャレンジャー1-2戦車と、アメリカ合衆国の M1 エイブラムスを除き、西側諸国が第3世代及び第3.5世代のほとんどの主力戦車の戦車砲に採用したという実績を持つ。 最初に装備されたのは、西ドイツのレオパルト2戦車であり、1979年から配備が始まっている。アメリカ合衆国のジェネラルダイナミクスランドシステムズが、M256 の名称で、M1A1 戦車以降向けにライセンス生産をしており、日本でも日本製工所が90式戦車用にライセンス生産を行っている。 ナトー軍の主な第二世代主力戦車は、戦車砲にロイヤルオードナンス l リメートルライフル砲を採用していた。新型戦車に搭載するより強力な戦車砲の開発は九百六十五年より開始された。九百六十三年に開始されたアメリカと西ドイツの共同の戦車開発計画である MBT-70 計画においても、西ドイツは 120mm 格好砲の搭載を主張し、MBT-70 計画から離脱後に 120mm 格好砲装備の新型戦車を開発することとした。排出された玉テーブラインメタル 120mm 砲には、成形作薬弾、多目的対戦車榴弾や装弾と付け翼、安定鉄工弾の各砲弾が使用できる。また、 アメリカ軍が使用する多目的榴弾の M830A1 は近接新艦を内部に組み込んでいるため低空を低速で飛行するヘリコプターなども標的にすることができる。大型化した砲弾の取り扱いを少しでも容易にするため発射時に薬莢が金属底部を除いて消失する燃焼薬莢方式を採用しているが構造上空砲が作れないという欠点があった。 後に訓練、式典用として、非燃焼薬卿の空砲が提供されるようになったが、訓練用としては TP、TPFSDS のような、一定距離で分解、または失速する、訓練専用弾が使用されている。イスラエルのメルカバマーク3、マーク4やイタリアのアリエテ、フランスのルクレールに採用されている 120mm 格好砲は、 砲弾後完成はあるもののそれぞれ国産オリジナルの製品であるとされている。ドイツのレオパルト 2A6 以降のバリエーションでは、オリジナルの薬質を保ったまま方身長を55、後径に延長し、より高い方向小速を得て、射程延伸を図った改良型である、ラインメタル 120mmL55 が採用されている。 日本の銃式戦車の手法として採用されている銃式戦車法はこの L44 を参考にして新規開発が行われている。120mm 系 DM53 及び改良型の DM63 はラインメタル 120mm 砲用の新式の弾薬であり、従来の44後継型と長方針55後継型の両方で使用可能である。 M256 を搭載した M1A1、エイブラムスの射撃ドイツアメリカ合衆国日本韓国方針の内部諸元作動機構性能砲弾、創薬、ありがとうございます。